かせな。なんでこんなんで泣けんねやろ思うたけど、なぜ泣くんだろうというのは分からんけどね、なんかね、この街をこう最初あのファミリアで走ってる時にね、後ろをデモ行進が通った、あ、こういう意味やないやったなという、ね、
なんとなく私はまあまあ中高ぐらいやった、中学生ぐらいやったそういう時代やったなっていうことを思い出してね。ほんで、このラーメンとカツ丼とビールを頼んでもうこう食べるという、あうまそうというね、そんに食べれへんわというのとね、こう刑務所から出てきたばっかり、わしら刑務所から出てきたばっかりというところでそれを食べるというのがね、もうなんかこうもうそれだけ見ててもね、なんとなくこう涙ぐんでしまうというかね、なぜなんだろうなという、まあ、続きはまた後で続きはありますね。I'm not afraid to die.
どうもありがとう。ね、単にね、こう桃井かおりと武田鉄矢な、あ、その話です、あの話です。こう車乗ってね、こう回るだけの話ないけどね、なぜこんなに感動するのかっていうのはね、あの武田鉄矢はまあ若かったからか、こうやりたいやりたいというそんな感じが めちゃくちゃこの、まあ、演技なのかほんまなのか多分本当なんだろうなというふうに思いますが、そういうのが見え隠れした中でね、ほんで、この黄色いハンカチが飾られてるんだろうかどうかというあの、ね、男らしい高倉健さんがこのもうちょっとこう迷っちゃうっていうか、もう戻ってくれっていう、まあ、あの辺の心理をこう考えるとね、もう泣けて泣けて、ね朝からもう私は号泣の中におりました。まあ、でもなんでこんな、まあ、考えてみれば単純な話やけどというのとの間でね、そんな心がこう、揺れておったわけなんですけども、その、最後にね、黄色い話がだーっとこう書かれてる、そこへこの私もあの夕張へ行きました。あの当然そこへも、行ったんです。行った時にはまだ映画を見てなかったんで、そんな感動がそんなになかった、なぜこれがというふうに思ったんですが、本当はね、私高倉健あんまり、あんまりというかあんまり興味なくて、うちの近所ではあの亀劇という映画館でね、よく伸ばし考え人がそういうのから撮ってね、エロい映画と一緒にそういうのをこう横目で見ながらこうポスターを見てこう興奮しとったと思いますよ。またじゃあ続きはそうで、じゃあ次の曲で。Lord
飾ってあっただけでなんでそんなに感動するんだろうという自分も、思いながらね、まあそれだけ年を取ったのかなという、なんか脳梗塞の毛のあるやつはよく泣くんだという、ね、西城秀樹が脳梗塞かかった時によく泣いてたでしょ。それを思い出してね、俺もそうかもしれないね。でもなぜこう、でもいい映画なんやね、やっぱりね、最近のその私高倉健の映画そんなに見てないんですけども、それめっちゃ感動して、もうこれは消さないですね。八甲田さん、あ、そう、それもそうなん、八甲田さんもそう、山田耕八とか思ったけど、もっと分からへんし、じゃあ最近の逆さ言葉にこうとてほんで、ちょっと愛しのエリーをこう軽く変わった、リクエストした人もらえどこへ、おしっこ、もうちょっと MC しそう、八甲田さんも続いてもらえ、八甲田さん、山田耕八というこの人を持ってという、違うやろ、人気なき戦い、じゃあ思い過ごした人言いましょうか、そこへ向かい、思い過ごし、俺らも心の準備やるやん、思い過ごしエリーという準備いきましょう、このね、70年代のあのこの日本の日本人があった頃というかね、よかったんだなというね、いきなりかかる曲がね、あの今春がいきなりじゃないの、ちょっと 何曲かしてこうラジオでかかる曲が春が来てというね、日だまりさんの歌ってる、ね、曲のような、あ、そう、自分の番組で日だまりさんの歌ってるその曲のような感じがしましたが、じゃあ、70年代これも、70年代のアルバムやと思います、10ナンバーズカラットというアルバムだから思い過ごしも超えるんです、you
それでは最後の曲になりまして、最後はリクエストにお答えしてこの、これ名曲です ね、その頃に多分その幸せの黄色いハンカチの時代に、その曲だと思いますけどね。そら今も言うたように日だまりさんのやってるあの曲がね、こう流れてるくらいやし、あのピンクレディのあのっていう曲も流れてました。それはあれや、石原裕次郎の、いや違う、太陽にほえろ、そう太陽にほえろの、誰の頃やったジーパン、もうあれもね、もうツッコミどころ満載の番組やね、あれね、なんでこんなとこで顔こすってええんやとかいうのいっぱいありますよ。ほんでもうしまいにはもう警察官が集まる部屋で宴会してるっていう、最後は酒飲みをあてが騒いでるっていう、あ昔は良かったんやな、そういう、ね、そういう時代こそ良かったんだなという、ね、私はもう職員室でよくご湯飲みじゃんって酒飲んだことがあります。確かにあります。じゃあ愛しない
ことですね。そしたら、アンコールにお答えして、じゃあ、皆さんも、お手伝いをお願いいたします。